探偵試験。カフェノーウェアにようこそ。先月の試験はどうだったかな。このコーナーでは諸君らの探偵の資質を試させてもらうよ。それでは今月の問題。弥生最初の日曜日にとある場所にて待つ。合言葉は依頼。あ、来てますよ。続いて2月1個目のヒント。さあ答えは分かったかな。諸君らの推理に期待しているよ。ハマトラジオフロムカフェノーウェア。いらっしゃいませ。テレビアニメハマトラナイス役の大阪亮太です。ようこそお越しくださいました。紫役の畑野渡です。この番組は好評放送中のアニメハマトラのラジオです。はい、はい。探偵試験今回のヒントは、はい、今回もちょっと場所っぽい、そうですね、感じでしたかね。そして弥生最初の日曜日ってなんか来てますよ。最初の弥生、もうちょっとそういう季節なのって。この間年が明けたと思ったらもうですか。もう春です。おはようございます。春です。早い早い。どうしよう。こういう風にどんどん年を取っていく。サーディ2が目の前だよ。怖いよ。もうそろそろ30になっちゃうよ。おい、え、嘘。大阪くん今年28なんだ。まだまだ何年もあんじゃない。2年しかないし。そっか。そうなんです。大阪くんってなんか20歳ぐらいに見えるんだよね。もうよく言われるんですけども、すごく若く見えるから。なんかじゃあアラサーってことだよね。そういうことです。全然、ええ、もういつか多分ね、一気に老けるんじゃないかなっていう。それが怖くて。若い若い。そうだよね。みんな童顔だからこそ老けるときは一気に老ける。童顔連盟の方みんな心配してるよね。でもね、僕が知る限り童顔の方ずっと童顔ですよ。確かにいろんな方見れるけど、でもやっぱ童顔の方ずっと童顔ですからね。そうですね。心配いりませんよ。よかったよかった。このままあの子供の心をなくさずに、そうですね、生きていきたいな。永遠の中学生、永遠の高校生で、ぜひお願いします。ぜひそれでいきたいと思います。私はどんどん高校生役が少なくなってます。頑張ってまいりたいと思います。顔よりも声が低いって言われる。しょうがないんですけど、まあ、それはさておきです、ええ、それはさておき、前回までのね、答え合わせ、あ、はい、そうですね、いたしましょうかということで、ね、はい、先月の問題に出てきた、答え合わせということで、はい、正解は横浜にある港の見える丘公園でした。はい、さあ何人の方がたどり着けたのでしょうか。ステッカーどれだけの方がね、もらえたのかなというところではありますけども、今回はゲストが来てくれております。はい、初め役の加藤エミリーさんです。この後すぐ登場してくださいますので、お楽しみに。はい、ということで、それでは本日もどうぞごゆっくりお過ごしください。この番組はハマトラ制作委員会の提供でお送りします。ハマトラジオフロムカフェノーウェア。さあ、ここからはですね、ゲストの方と一緒にお送りしていきたいと思います。この方です。どうぞ。どうぞだって。どうぞ。いやいやいや、こっちがどうぞだから。びっくりしてる。こっち。どうぞって、俺たちずっといたのにみたいな。僕らゲストだったの。なんでゲストさんに僕ら紹介されてんだみたいになっちゃう。どうも。単純に言い間違えた。寒さでかじかんでんのか。初め役の加藤エミリです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうびっくりした。失礼しました。でからちょっと本当に時が止まっちゃいました。自分にも程があるな。私も自分で止まっちゃったんです。どうぞってなんだよと思って。すいません。何やともあれ、何やともあれ、はい、これを。なんかココアみたいな色してる。また俺らも飲むのこれ。そんなにいらないんだよ、ヤギヤシ君。そんなに多い。いいんだよ。僕らは。多いっす。そんなに少ないんだよ。じゃあ、まあ、とりあえずね、はい、せっかく来てくださったということで、乾杯いたしましょうか。はい、乾杯。召し上がれ。
なんかバナナみたいな匂いがする。いただきます。鋭いですね。鋭いですね。これも栄養たっぷりのドリンクでございます。あれ？ん？いかがですか？大阪君どうしたの？あれって。前より甘くなってるけど。そうなんだ。これ、ね、前回はひどかったんですか？いやいや、ひどくないですよ、全然。あの、分、材料的には同じです。そうです、そうです。若干の、配合量がちょっと。若干のその日のディレクターさんの気分により、あの、味が変わると言われている。なるほど。私なんかで物体が一個浮いてるんですよ。何ですか？本当だ。なんだこれ。なんかね、ブドウの皮みたいなのが。おー、鋭いね。ブドウ。あ、やっぱり。正解です。おー。入ってます。ほんとたくさんの種類の、うん、あのものが入ってるんです、はい、栄養素たっぷりのドリンクなんで、何が入ってるかちょっとブドウ以外当ててみてください、最初なんかバナナって言ってましたね、バナナももちろん入っております、はいはい、入ってるんだ、うん、これベース何ベースの成分なんだろう。ベースはおそらくこれ全部の材料混ぜ、あのね2つありますね、ベースになってるのがね、コーラ、いやえコーラ入ってたっけ、コーラは入ってないです、入ってないですね、なんだ、牛乳はでも入ってない感じですね。残念、牛乳入ってます。入ってるの？入ってます。牛乳入ってます、これ。じゃあちょっと答えを言っておきましょうか。はい。これね、すごいですよ。ぶどう、りんご、バナナ、みかん、ミント、すりおろし生姜、蜂蜜、キャベツ、ラディッシュ、ブロッコリー、小松菜、コーヒー、ブラック、牛乳、トマト、アロエヨーグルト、板チョコでございます。おそらく上に浮いてたの板チョコなんじゃないかなって思う。板チョコ。そうなんだ。そうなんですよ。でもラディッシュはそんなわかんない。わかんないですよね。ラディッシュはちょっとわかんない。ラディッシュわかんないですね。ありがとうございます。その言葉実は欲しかったんですよ。なんでかというとこれね、16種類で今ね原価2000円くらいかかってるんですよ。そうなんだ。本来原価2000円でカフェで400円くらいで出そうと思ったら、あのもうほんのショットグラスぐらいの。ショットグラスぐらいになるっていう話を。普通700円くらい分のドリンクを今いただいてるってことなんですね。今ちょっとお高めにサービスさせてもらっております。へー。はい。なので、はい、さっきみたいにですね、この味しなくねっていうのを教えてもらいます、ね、ちょっとね、やっぱ削りたいんですよ。削っていきたいな。もうね、ディレクターさんもね、しんどいみたいで。そうですよね。他なんか、この中で、レシピの中でいらないだろうっていうのはあります？あとなんだろう。味しないといえば、結構フルーツ系は味がしてるから、ブロッコリーもそんなにわかんない。ブロッコリーですね。ブロッコリー、キャベツわかんない、キャベツいらないですね、キャベツもいらないですね、なんか葉物わかんないですね、小松菜は割とね、小松菜はわかっちゃう、わかるというか、まあきっとなんかこう合いそうな感じ、何かね、グリーンスムージーとかで、そうですね、小松菜とか入れたりする、そうだね、コーヒー、コーヒーの味しないですか、わからない、でもアロエヨーグルトは言われれば、あ、なんかヨーグルトっぽい感じするって思った、でも牛乳は必要だと思うんだ。そうですね。牛乳はそうですね。味をちょっとこう柔らかくするというかね。うん。飲みやすさにもなりますからね。そう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 。水分がないとやっぱりね。そうそう、水分がね。うん。ちなみにトマトって味いたしました？あ、トマトあんまりわかんない。トマトいら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 ないですね。はい。このぐらいで作れそう。作れそう。大丈夫ですか、ディレクターさんも。ありがとうございます。あ、大丈夫だって。これからもうめげずにディレクターさんがウェルカムドリンク作れるっていうことなんで、じゃあどんどん減っていくのかな、こういうゲストのために。あ、そうですね、ゲストさん来るたびにシンプルな宣伝されたものが本当に美味しいものだけ、本当に原宿とかで出せるぐらいのやつに目指そうと思います。でも絶対最終的にはフルーツドリンクになると思う。それを言うな、それを。でもありがとうございます、本当に加藤さん、ありがとう、ウェルカム。逆にこれをどけたものの味がね、どうなる、そうですね、どけたもののみでやってみるね、味の雰囲気変わる可能性もありますからね、バランスでこうなってることもあるから、楽しみですね、これからね、ウェルカムしながらだんだん味が変わっていく、不思議なドリンクを提供するカフェでございますけど、さあさあといったところ、ゲストさん、はじめ役の加藤さんが来てくれたということで、はい、まあやっぱりはじめのキャラクターの話をしていきたいなと思いますけども、じゃあまずはちょっと軽くはじめっていうのはどんなキャラクターなのか説明をしていただきましょう。はじめちゃんは、記憶喪失っていうことで、もう本当に第1話の時からもう謎に包まれてる少女なんですね。でなんかもうカフェノーウェアで、まあ子猫ちゃんと一緒にまあお留守番をしてる組で今のところ、はい、でいつもなんか食べてる。確かにそうなんですよ。ものすごい量ですね。そう。で、しかも人の金でね。そうなんです。僕の金でね。躊躇なく、躊躇がない。して食べてっていう感じで。俺30円になるぐらい。そうそう。
で、なんかもうあとはもう食べては寝てみたいな感じで、うん、確かにね、うん、もうとりあえずもう食べ物関わってない時は基本的に無口。なんかどっかから食べ物のワードが出てくるとそれに反応する。一番もね、そう、あ、黒毛和牛みたいなね。そうそう、なんか、そう、なんかちょこっとしかセリフをボソって喋らないのに、そのボソッとがすごい存在感だなと思って、う、ね、もう1話の僕すっごい好きなのは、あの紫とナイスが別々の方向にこう別々の案件を解決しようと思って歩き出して、あのカフェに残ったはじめが、うん、いってらっしゃいっていうセリフがすごい好きです。あれめっちゃ可愛いっすよね。あの、あれ超可愛い。あのセリフはもうね、加藤さんしか言えないやつなんですね、きっとね。あの感じ、いや、あ、さじ加減でもあれ難しかったんですよね。難しいですよね、絶対ね。無口だけどいってらっしゃいって声かけるってどの程度だろうと思いながらも、うん、そうだね、距離感とかね、そう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 、このさじ加減はも もう加藤さんしかできない役作り、素晴らしかったです。超燃えましたね。ナイスはね、なんかぶっきらぼうにしながらも実は燃えてたんだね。ナイスくん、はじめちゃんにすごい優しい、ね、大好きですよ ね、そういえばね、はじめちゃんだけはもう柔らかいです。そうそう、確かに、はじめちゃんだけは本当になんかもうちょっと接し方が違うみたいな、ね、本当紫にも優しくして。紫はいつも、紫はだってなんかもう歯向かってくるから、うん、年上だよ、こっちの方がだいぶだいぶ年上だよ。そう、でもね、あの漫画の方ではナイスと一緒に行動してたりとか、ね、うん、ちょっと過去の話で、ね、ナイスと初めでハマトラなんですもんね。そうです、そうです、コミックの方はね、はい、ちゃんと事務所も構えてますし。そうなんだよね、うん、でお二人のなんか関係性ってのはね、もっと深い絆があるんでしょうね。そうなんですね。だからそのナイス君との出会いとかもすごい見てみたいなと思って、ね、知りたいですね。もう出会ってるところからしかわからないので、うん、あのナイスがなぜここまではじめちゃんのことを好きになるかって、ね、そうだよね、超天才ボーイがね、ね、紫とかバースデーとかレッションに対しては割と、ねうんうん、ドライだよね、ちょっと、うん、そんな感じ、壁がある感じっていうか、うんうん、そうそうそう、でもね、その辺のところもね、語るのねえ、ねえ、うん、アニメでなんかそういうエピソード欲しいよね。欲しいですね。絶対もう、いや、俺は来ると確信してる。来るでしょう、だってもう謎めきすぎてるもん、初めは。さすがにここ語られないと、ちょっと。なんか、初めフィーチャー回が絶対ありそうだよね。ありそう。だって、現段階、うん、まだ放送としてはまだ4話までしか放送されてないと思うんですけど、ねうんうん、現代化の収録の時点でも、うん、謎そんなにまだ明かされてないから、そうですよね、あ、そうだよね、うん、食べるのが好きでみたいな、そういう断片的な、ね、そうそうそう、個性しか出てないから、これからね、うん、きっと出てくると思います。きっと一気にドーンとくるんじゃないかと期待しております。そんな中ですよ、うん、次、翌々日ですか、はい、この放送日から、はい、第5話、はい、僕が今のところ撮っているその収録済みのハマトラの中で、はい、一番の問題回だと僕は思ってるんです、問題回であり、確実にずっと印象に残ってるどのお話が一番印象残ってますかって言われたら、もう確実に第5話を第5話だよね、言いますね。あの、もう言っておきましょう、シリアスではないです。ギャグ回ですね、なんかもう一番の、だってもうタイトルがひどい、汗と筋肉と私ってもうもうちょっとなんとなくシリアスになりようがない、なりようがないじゃん、これで。連想させるものがありますよね、もうこれ。そうだよね、このワードだけで、この3つのワードで何かをね、連想する方も多分いると思うんですけどもね、多分その通りですから、期待は裏切らないと思います、おそらく期待を大きく超えていくことになると僕は予想しているんです、これは本当にもう、もう俺ね、寝れなくなっちゃうと思う。これ見たらずっと頭の中に残っちゃうと思うよ、ね、この第5話に出てくるそのミニマムホルダーの人の能力の出し方っていうのもまたすごく印象に残る。これはやばいですね、やばいですね、あんな長いシーンすごいお疲れ様ですっていう感じが、うん、本当ですね、うん、いや本当に素晴らしい役者さんがね、毎回ゲストでね、ハマトラ来てくださるんですけど、この回も非常に個性派な人が来てくれたんで、ね、これはぜひ楽しみにしていただきたいです ね、はい、第5話ね、はい、まあちょっと第5話で盛り上がりすぎちゃって、まだ放送もしてないのに、そうなんですよ、盛り上がりすぎちゃいましたけども、まあ、あの今後ですね、うん、あの初め的にちょっと注目してほしい、うん、ポイントというか、ポイント、うん、ああでも今撮った中で一番活躍してるのは第5話だと思うんですね。おー、初めじゃん、そうか、そうか、よくよく考えると確かに、そうなんですよ、そうだ、多分
その、まあ、見た中では、一番喋ってる回だと思うんですよ。うん、そっか。あ、じゃあ、初め的にも。はい。第5話見どころなんです。第5話。あ、じゃあ、汗と筋肉と初めの可能性も。あるわけだ、この部分は。私の部分は実は初めの可能性がある。いやー、がぜん楽しみになってきました、ね。でも、ある意味、汗と筋肉と私っていうシーンもありますから。あ、そう、ああそうか、そうか。うん、そうだね。びっくりした。もう、はじめちゃんが、もう、汚れてしまうと思って。こぼれのはじめちゃんが。あれでしょ、だって、いつも、眠る前に、エンディングのさ、はじめちゃんの笑顔のところを思い出して寝るんでしょ、うん、カレー食ってる。あの笑顔は、すごいよね。もう、俺の歌一個も入ってこないもん。あそこだけもう。もう、はじめちゃん、可愛すぎちゃって、もう。あそこはもう、可愛いっすね。はじめの笑顔は、ちょっと、すごいね。ねえ、ちょっと反則的。ですよね、見た目はボーイッシュなのに、そうなんね、サンバイザーとグローブしてるじゃないですか、あれグッズに したいですよね。ああいいです ねグッズ、私でもはじめちゃんのパーカー欲しい、ね、ああ普段着れるブルーの水色のやつ、ね、ああかわいい、確かに、パーカー欲しい、ちょっとお値段張るとは思うんですけど、いやいやそこはだってね、我々だって原価2000円のウェルカムドリンクを振る舞う番組ですから、だってもうグローブとサンバイザーとパーカーさえあればなりきれちゃうんですもん、完全にもうはじめちゃんだね、もう3点セットでいきましょう、うん、3点セットで、いいですね、セットで売るっていうのいいかも、3点セットでいくらでいきますか、1万5000円ぐらい、結構いきますね結構グッズとしては高額ですよ、1万5000円はいや、そこは頑張りに頑張って1万でいきます、頑張って1万、1万だね、1万5000円のところ1万円、あー商売上手、値段3分の1ですか3分の1減りましたからすごいね、さあ果たしてこれがね、うん、でこのグッズが果たして ね作ってもらえるのかどうかっていうところに注目しつつですね、加藤さんにはこの後のコーナーにもぜひぜひお付き合いいただきたいと思います、はい、浜戸ラジオ from カフェノーウェア、どうやら選択肢があるらしいな、はい、というわけで紫のセリフ、どうやら選択肢はないらしいなにちなんで、皆さんから2択の究極の質問を送ってもらうコーナーです、はい、加藤さんもお付き合いよろしくお願いいたします、お願いします、ということで早速いきましょう、はい、ゆりかさんからいただきました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ベタですが、うん、生まれ変わったら男性女性どちらがいいですか、あなるほど、これ難しい、これでも僕何回かされたことありますね、質問、大阪君、あそうなんだ、あります、大阪君はね守備範囲が広いんです、どういうことだすごいんですよ、そうなんだ、うん、よしじゃあ決めました、決めましたね、はい、はい、じゃあいきますよ、はい、せーの、男性、男、え、なんて言いました大阪君は、僕男性、男性、はい、男、男、はい、僕ガール僕別に僕があるから何ももらってないけど今ヤングジャンプで連載中の漫画です僕があるよろしくお願いします、アマトラと同時に始まったんでなんかやたらと注目してしまってるんですけども、あ、お、え、お、あ、大阪君は生まれ変わっても男の子、男性ですね、加藤さんも男、男の子、僕はちょっとね女の子に憧れますね、へえ、女の子のどんなとこに憧れるんですか、なんかすごい恥ずかしいけど、うん、なんだろう、 おしゃれなところ言い方ですちょっと今日買い物しようとかって なんかそういういろんな服見たりとか、あ、そうなんですよ、いろんな服の形があったりとか、うんうん、あとそのまあ値段的にも僕ね本当若い時思ったんですよ、うん、お金がなくて、うん、その学生時代とかに服を買おうと思っても、うんうん、男性の服で、うん、なんかねちょっと女性よりも高いなと思ってた時期があって、確かにそうなんですよ、 T シャツ1枚にしても女子は2900円とかしょっちゅうもたくさんあるけど、ねうん、男性は結構高いですね、そうなの2倍ぐらいとか普通にしますよ、ね、ちょっとおしゃれなものと思うとちょっと高くなっちゃうような気がしてて、うん、女性はおしゃれなんだけどもリーズナブルな服がいっぱいあるなと思って、確かに、うんうん、なんかねちょっとガールになったら、うん、うん、おしゃれしてみようかなと、そういう人生もいいのかなと思って、あ、男として生きてきて32年間あんまりおしゃれをしてないんですよ。いやいやいや、そうでもないでしょう。いやいや、もうね、本当に畑野にその服を買わせた店員を許さないってよく言われる。自分でわかんないから、
おしゃれのセンスがないからその店員さんに任せちゃうんです。ああなるほど、ね、結果ちょっと、うん、あの大惨事みたいなことが何回かあったんで、そうなんです。合わせ方が分かんなかった。なんか女の子の方がいろんなこう組み合わせもね、あ、まあ、確かに種類が、うん、一枚で着れるものとかありますもんね。ありますからね、うんうん。まあまあ僕の話はいいんですよ。加藤さん、男の子になりたいっていうのは、どこの、うん、なんか自分がどちらかといえば、うんうん、あの考え方がまあ男の寄りっていうのもあるんですけど、おお、そうなんだ。そうなんです。ゲームとかも好きだし、はい、小学生の時、ね、ゲームの話男の子としかしなくって、女の子の友達に、うん、エミリーとは全然話が通じないって感じ。会話が成り立たないんです。ドラマも見なかったし、アニメも見ないし、ゲームばっかりかしらやって。アニメ見ないでゲームやってたんだ。そうなんです。はあ、珍しい人見たんだね、でも。とか、その男子の、ワイワイみんな仲いい感じがすごい羨ましかったんです。小さい頃から。そっか、一緒に野球やったりとかね。うん、そうね、みんなでやってるからね。そうなんです。女子って割とみんな結構こじんまりとグループいくつか作って。いくつかのそのなんかグループがありましたね、そうそうそう。そうね、みんなと仲良く話とかもしたいんだけど、うん、なんかちょっとこう、気が弱いから、チキンだからあんまそういうことできず、うんうんうん、こう同じグループの中の輪の中だけで会話をしたりとか、うん、なんかもっと幅広く、うんうん、まあいろんな人と話したり、遊んだりとかもしたいし、なるほどな。そう、イベントとかでも、うん、なんかその、女の子のやっぱり出演者が多いイベントが多いので、うん、私が出るのは、はいはいはい、たまに、そう、ハマトラのイベントのみたいなのがあるので、男性が多かったですよね、そう、やっぱりこのイベントの色が違うから、それがすごい楽しいなって思ったんです。まあね、来るお客さんもね、層が違いますでしょうしね。そうそうそう、うん。結構楽しそうに男性たちはイベントをこなしていくけど。あ、ただあの、ノラハマフェスのことをおっしゃってるんだとすれば、うん、あれは特殊すぎます。そうなんだ、私、ノラハマフェスのこと言ってたんですけど。いやいや、あれは特殊でしょ、だって。ああいうことできるのびっくりしましたよ、なんかね、あんなおふざけてあんなね、言ってみればアーティストクリアファイルですよ、あれあれあれこんなところにクリアファイルがあれええ今あのどんな気持ちですか光あのね先輩も後輩もみんなであと一人の人間をいじるっていうねあれはすごいイベントだったなと思って。いや、ハトノさん。でも本当楽しかったですね。伝説ですよ、ね。ああいうイベントなんかまたやりたいですよね。そう、あのイベントすごい楽しかったので。ね、また、ハトノさん。いやいやいや、もう。またハトノさんフェス。これも皆様にちょっとお伝えしてね。またハトノさんが。もう今もうツイッターで、あの、イントロが流れるだけでもうクリアファイルが目に浮かぶっていうね。ツイートすごい見るんですから。クリアファイル自体はすごくかっこいい。そうなんですよ。すごいかっこいいですよ。アーティスト写真ですからね、もう言ってもね、うん、それね。もう、いや、使われたのが悪かったっていう。それが大阪くんのね、股間から出てきた瞬間は、さすがに、さすがに笑わずにはいられなかったですね、あれはね。ちょっと恥ずかしそうに顔を出す、ハタムさんのクリアファイル。神谷さんのね、服の内側からニョキってこう出てくる。それを思い出しながら、ぜひね、アニメのエンディング聞いてほしいなと思います。思い出したらダメな気がするんですけど。ハマったら飛んじゃう気がするんですけどもうちょっと2択1個しかできなかったできなかった結果盛り上がりすぎちゃったということでまだまだ皆さんからの2択の究極の質問をお待ちしております。以上どうやら選択肢があるらしいなのコーナーでした。ハマトラ広報窓口。このコーナーではハマトラに関する情報をお伝えしていきます。まずは CD 情報です。はい、ハマトラのキャラクターソングシリーズの発売が決定。うん、ファイル1ナイスとファイル2紫は3月26日に同時発売予定です。ジャケットはアニメの書き下ろし仕様です。お楽しみに。なんかこれ情報で出てましたけども、はい、カップリングにお互いへのなんかあメッセージソング何それメッセージソングちょっとこっぱずかしいじゃんね、どういうことですかね。あ、僕光歌うそれ聞きたい聞きたいね、ナイスバーの光ね。続いてそんな光の情報です2月19日発売でございます。CD は全部で3種類、書き下ろしアニメイラストジャケットのハマトラ版、私ハトノアトラのジャケットのアーティスト版は CD プラス DVD 版と CD オンリー版の2種類発売されます。はい、それぞれの CD の詳細はハトノアトラ公式ホームページをご確認ください。はい、いつまでたってもアーティスト版っていうのでっかく書かれてるな、書いてますけどね。はい、はい、続いていきましょう。うん、そしてハマトラのブルーレイ DVD の発売が決定しました。やったぜ。第1巻は4月25日に発売。うん、1話から3話が収録されております。
初回限定版にはオリジナルドラマ CD などのコンテンツが盛りだくさん、うん、さらに7月13日にパシフィコ横浜で開催が決定した、うん、浜虎キャスト陣が出演するスペシャルイベントの優先申し込み券も入っております。おお、はい、こちらぜひチェックしてみてください。何をやるんだろう。7月13日ですか。浜虎さんフェスですか。いやいや違いますよ。浜虎でございますよ。浜虎のイベントです。最後に放送情報いきたいと思います。テレビアニメ浜虎はテレビ東京で毎週火曜深夜1時40分より放送中です。テレビ大阪、テレビ愛知、ATX での放送時間は、ハマトラ公式サイトをご確認ください。はい、ということで以上、ハマトラ広報窓口でした。では、ここで一曲、お聴きいただきたいと思います。渡辺さん。曲紹介お願いします。はい !2月19日発売のテレビアニメハマトラエンディングテーマです。畑野渡で、光。ハマトラジオフロムカフェノーウェア、そろそろ閉店の時間が近づいてきました。はい、この番組では皆さんからのお便りメールを大募集しています。お手紙はがきの場合は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪、ハマトラジオフロムカフェノーウェア、それぞれの係まで。メールの場合はハマトラジオ @obc1314.co.jp まで。ハマトラジオの綴りはhamatoradio です。はい、というわけで加藤さんを紹、ね、介、はい、してお送りしてまいりましたけども、はい、加藤さんありがとうございます。ありがとうございました。いかがですかこの番組。とっても楽しかったです。本当ですか。あの謎のスムージーから始まっていやでも加藤さんのおかげで原価が下がりそうです、うん、ありがとうございます。皆さんに提供できるヨーグルトか牛乳は抜いてもいいと思います。どっちかは必要だと思うんですけど、乳製品ね。乳製品はいい、いい、いいですね。どっちか、まあ、削っても問題ないかなと思いました。ヨーグルトカットです。そしてやっぱりねグッズもね作ってほしいですよね。そうですね、はじめちゃんのね嬉しい。ぜひグッズパーカーとか作ってもらったらそれ着て、ね、イベントとか出たい。そうです。おー、あ、ね、キャラクターへのね、うん、愛着というか愛情もね、うん、増しますからぜひね、うん、はじめちゃんのグッズをね、まずサンプルとして加藤さん用にさ、ね、うん、サンプル着て、そしたらもう加藤さんが立ったらもうみんな欲しくなっちゃうから、ね、間違いない。これでまた声がね大きくなって、そうです、本当に発売される可能性が、ね、発売されて一般にもねこう流通して、うわこれはいけますよ、いけますよ、いいですね。この番組初ということでお願いします、はい、手柄はいただきたい。加藤さんありがとうございました。またぜひ来てください。はい、はい、ということでここまでのお相手は大阪亮太と畑野渡と加藤恵美里でした。それではまたのご来店をお待ちしております。この番組はハマトラ製作委員会の提供でお送りしました。